林信仰は、朝鮮半島中部の山岳部に源を発して、航海に注ぐ川。全長2 7 3キロメートル、流域面積8138平方キロメートル。林瀬流域図源流は朝鮮民主主義、人民共和国の関温度報道群で、平安南道との境界に伸びる、アトラ比例山脈の最高峰、東流山から流れ下っている。 東の馬駅霊山脈と西のアトラら霊山脈に挟まれた寒温度西部の谷間を、報道軍、板橋軍、井川軍、鉄源軍と、まっすぐ南西に向かう。さざ波川軍を流れる臨水冬の臨水港。宮古羅山駅に向かう京畿線の臨水鉄橋がかかる臨水港と観光の合流天軍事境界線を越えると、北朝鮮の寒温度から、 大韓民国系軌道のザざミ川軍に入り、漢温度平行軍、鉄原軍から流れてきた大きな支流である、ンナ田港と合流する。発集市でソウルから半門店に向かう統一大橋、かつてソウルから新宇治を結んでいた、敬義線の林杖鉄橋が架けられている。林信港の北岸は民間人出入統制区域となっており、 許可を受けた住民や観光客以外は立ち入れない。八州市の南で観光と合流し、川幅が広がる。河口には高架島がある。高麗時代、元の軍隊に脅かされた駒間が島を海上から高架島に移した。元の騎馬部隊は川幅800メートルの林信港を渡ることができなかった。韓国と北朝鮮の軍事境界線に近いことから、 南北分断の悲劇を語る舞台として登場する。この名を冠した楽曲、イムジン側や、報道士、臨信仰も存在する。北朝鮮の方が上流にあるため、北朝鮮側のダム操作によって、韓国側が洪水や水不足に陥るのではという指摘があり、実際に1996年、1998年、 1999年には洪水が発生している。こうした事態に対応するため、韓国側では、軍南ダムの建設を進めていたが、2009年9月6日に、北朝鮮による皇后ダムの無断放流によって、下半でキャンプをしていた6人が増水で流されて、全員が死亡する事故が発生。その後、北朝鮮による公式謝罪と放流の事前通知に関しての取り決めが、 なされた。韓国は北朝鮮のダムが建設されるたびに抗議をしているが、北朝鮮は応じず、一方的にダムを建設しているとされる。ありがとうございます。